きで言うと、まず良かったところは、このフック、ボディフックと別にこう腰をちゃんと切って、はい、切って打ってるもんで、音もすごいいい感じで出てたし、そこはすごい良かった。で、ちょっともうちょっとこれをこうした方がいいよって思ったところは、全体的に下目に打ってるんですよ、パンチを。なので、ちょっと特にジャブとかは上に打ちたい。手が疲れてくると、だんだんこう手が下がってくるので、なるべくこう上ね。で、あとはその手だけでこう打ったりとか、こういう感じで、ちょっと体が前かがみになってるもんで、やっぱ足をこう動かして、足を動かすと、こう、距離がこう作ったりとか、手が。で、上、下とかやったらまだいいんだけど、全体的にこういう感じで、ちょっと下がらない。下で打つなら、しっかり膝を落としてストレート。で、フックやったらこれだ。で、こういう感じだね、大体全体的に。こういう感じとか、こういう感じだ。大体見てると。なので、ここだと距離が近いわけだね。なので、ちょっとストレートを打ちたいなとか思うんだったら、フック、一、遠目、ストレートってやると、長い距離が出る。あとはそのロングばっかりだもんね、はい、近い距離もワンツースリーワンツーって入っていく、入ってってボディとかうまかったからドンドンとかでもいい。で殴ってダッキングしてエスケープとか、はい、な感じかな。でうまかったけど下になってるから気をつけたいのはジャンプは特に上、ストレートもここってよりは顔面狙うもんね、そうだし自分の顔ぐらいを狙うと、ちょっとまあサンドバッグは全体的にちょっと上に打っといた方が、使ってきた時に手が実際に下がらないのに、もうここで打っとったらさ、疲れたらこうなってくる、だからバッシーになるだけで、なるべく上の方、下の方打って、あとは足もこう一瞬できれば、疲れた時とかだったら、1、2、3、4の感じだと、足と手が癖でこうやって動いた方が、よく連打とかそういう時とかこうやって。足こうやって、足でリズム取るんだね。で、なるべく上ね。で、感じね。で、こういう、こういう感じで、なるべく。で、まあ、動いて、ちょっと遠いのがうまいで、こうやって、ね、あとは遠め、ストレートみたいな感じで、遠いのがうまいから、あとはその、上に投げる。まあ、そんな感じです。参考に。